はい、今回は、これまた、以前も登場しましたが、ペンタックス K1 マーク2の電子シャッター編行ってみようと思います。D850 でもそうでしたが、ペンタックス K1 マーク2のシャッターシーケンスを、最初にご覧いただいた時には、メカシャッターしか、撮影してなかったんですよね。シャッターシーケンスの第91回なので、これはまあ半年ぐらい前だったと思います。昨年末からですが、電子シャッターも見てみようということで始めたこともあって、せっかくなんでこれまた、K1 マーク2でもチェックしたいと思ったので、今回ローリングシャッター歪みをチェックしていこうかと思います。ということで軽く機種の説明もしておきます。ペンタックス K1 マーク2は、2018年の4月に発売されました。有効画素数が約3640万画素のフルサイズセンサーを搭載した機種となります。フルサイズの初代となった K1 の後継機ですね。光学ファインダー使用時の連写モードでは最高が約 4.4 コマ秒、撮像範囲を APS-C とした場合は約 6.4 コマ秒と高速になります。で、電子シャッターはというとライブビュー使用時にサイレントシャッターとして1枚撮りモードのみ使えます。連写はできません。ということで今回のメニューですが、その電子シャッターとなるのでちょっと短くなるんですが、1、電子シャッターでのローリング歪みチェック、そして比較として2、ローリング歪みチェックをキヤノンの EOS R と比較してみます。なお光学ファインダーでのシャッターシーケンスはシャッターシーケンス第91回のペンタックス K1 マーク2の回でやったので、気になる方はそちらをご覧ください。概要欄そしてコメントの一番上に、リンク先を、掲載しておきます。今回は電子シャッターのみです。では K1 マーク2の電子シャッターでのローリング歪みの具合を見ていきたいと思います。ウォーキングマシンを使った実験ですが、詳しい撮影条件などはシャッターシーケンスの特別編、電子シャッターの回をご覧ください。下の方にリンク貼っておきます。とはいえ一応ざっくりと説明しておきます。秒速144センチで動いている幅30センチのローラーを画面上下だいたい1杯くらいになるようにフレーミングして撮影します。カメラがちょっとでも傾いていると誤差が大きくなるので、それはローラーを回さずに撮影したカットを参考にして補正します。表示した数値の方ではそれが考慮された値となります。ということでペンタックス K1 マーク2の電子シャッターでの撮影結果と、そしてメカシャッターでの撮影結果を同時にご覧に入れます。こんな感じです。じゃじゃじゃん。はい、上が電子シャッター、そして下がメカシャッターです。電子シャッターではほぼ斜め45度っていうほど大きく左に傾いてます。メカシャッターではほんのわずかですが同じく左に傾いてます。傾きの方向が同じなので、メカシャッターと電子シャッターで切れる方向は同じになります。つまり K1 マーク2の電子シャッターは下から上に、そしてメカシャッターも下から上に切れてます。一眼レフで下から上に切れるメカシャッターは少数派になりますね。なお撮影した像では上下が逆転するので、この写真では両シャッターともに上から下に時間が流れていることになります。ということでこの K1 マーク2の撮影結果ですが、マク速の数値はどのぐらいの度合いになるか、まず傾きの大きな電子シャッターの方から簡単に計算してみます。ローラーの速度は秒速144センチ、下は上に対して約 29.5 センチ、結構大きいですね、進んでいるので、電子シャッターでの上下端での差は 29.5÷144 で約 0.20486 秒となります。つまり画面の上から下まで操作するのに約 0.205 秒となります。カメラやってる人が感覚的に分かりやすい言い方をすると約5分の1秒ぐらいですかね。これに対してメカシャッターではかなり短いですね。 0.3 センチの差、3ミリですね。それがあるので 0.3÷144 で約 0.0021 秒となります。つまり画面の上から下まで操作するのに約 0.0021 秒となります。やはり分かりやすい言い方をすると約500分の1秒ぐらいですね。メカシャッターは高速ですね。電子シャッターの方はかなり遅めの印象です。動き物ではちょっと遅すぎるかなって感じですね。ここまで遅いのは逆にユニークであるように感じてしまいます。これについてはまた最後のまとめで触れることにします。
では、K1 マーク2と EOS R との比較行ってみます。ちなみに、EOS R の有効画素数は、約3030万画素となります。登場は2018年の10月で、K1 マーク2登場の半年後ですね。では、両者の電子シャッターでの具合を並べてみます。こんな感じです。じゃじゃん。はい。ちなみに EOS R での写真は EOS M6 Mark II で比較した時と同じ写真になります。EOS R の方のマーク速は下は上に対して約 11.1 センチ進んでいるので 11.1÷144 で約 0.0771 秒となります。つまり上から下まで操作するのに約 0.077 秒となります。カメラやってる人が感覚的に分かりやすい言い方をすると約13分の1秒ぐらいですね。今までご覧いただいた中ではこの EOS R が一番遅かったんですが、 K1 Mark II はそれを大きく超え、まあダントツっていう感じですね。これだけゆっくりな電子シャッターだと動き物にはさすがに対応できない感じですね。まあシングルでしか使えないので、まあそんな激しい撮影に使うことはないと思うんですけど、まあ使うときにはこの歪みが大きい点をよく理解した上で使った方がいいと思います。動く被写体でも気をつける必要があるんですが、手ブレにも気をつけた方がいいと思います。K1 Mark II にはシェイクリダクションがついてるんですが、電子シャッター使用時には使うことができなくなります。ただこの電子シャッター、見方を変えるとここまでマク速の遅い電子シャッターは他にないので、わざと歪ませたい場合などは、これが活かせる手段となると思います。ちなみにこれはチューリップを撮影したカットなんですが、撮影中にカメラを振ることで、このようにぐにゃっと曲げたような不思議な写真を撮ることもできます。まあこれは遊び的なアイデアなんですが、工夫次第ではさらに活用できるような気がします。というわけで今回はペンタックス K1 Mark II の電子シャッターのローリング歪みチェックをしてみました。ご視聴ありがとうございました。よろしければ制作の励みになりますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。